試練が怖いとき。えへへ、お祭り運営委員会の静子です。怪我をされた方はいらっしゃいますか？美食研究会へようこそ。小さいからって舐めないで。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。お祭り運営。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。別に協力するつもりはないんだけど。ん？食べ物くれるの？どんなの？どんなやつ？怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。ミレニアム学園。うわ、私のことを探してくれてたの？一緒に美味しいもの食べに行こうよ。